引き立ての三本松ともみの老木引き氏は、久保田藩佐竹氏の重臣である。旧引き立てや田藩氏。西祐介、助。引き立一兵正し重の養子。佐竹義所近所に召され、出頭地に異なり遠方4年3月4日4番大小政党、御有筆支配を務める。元禄3年11月4日江戸で、過労職、同14年2月6日、病気退職。 六高九百七十国。九大雄。署名、貞信。佐竹義康に仕え、法暦十二年四月二十七日かろう。明和元年十月十三日退職。天明元年十一月一日から死没するまで、秋田藩があろう。名は、定常、旧家、また定常に服した。あざ名は、関外省、通称、鶴寺、再別号に、字、遺祭。 長松館。松浦生山の名著、講師やわに、こんな話がある江戸の金菓しが、秋田藩江戸邸に融通たものの、なかなか返済がない。やむなく長武行に訴え出た。これに対し秋田藩では、貧しい財政なので返せない。二十年間幕府に藩の政計を移植しようかと答えたので、武行書でも呆れ顔した。佐竹義厚時代のことで、 秋田城下では貸金が戻らぬため、増木や五郎八の滑覆事件もあったほどだ。豪華殿様と呼ばれた反面、このような日の車の財政であったが、佐竹義康、佐竹義一の二人の藩主に仕え、財政の苦難を知恵で幾度も切り抜けた。佐竹は破産したと称して、大阪商人の少々を焼かせたり、幕府木大の藩派権を止めさせたりしたのは、その一例である。 文人画廊としても著名で、G サイ随筆、東海道中期、G サイ銀行、流頭詩集、東光殿などがあり、また津村正康、短海の序文も書いた。佐藤信弘を排斥したことでもも有名。某碑は、山本北山の文。51歳で、江戸帝没。元教院伝結山聖名は古墓は、東京総泉寺と秋田市、神寺。 古河小島である。共和元年7月5日から文化14年1月23日まで、また、文政3年1月23日から天保3年2月11日まで、秋田藩があろう。名ははじめさだつな、後さたけよしつより変気を与えられた厚綱に改名。字が白き。通称、九馬、後時。別号に春風桜、松室聖館、雪堂。 十節道。父流と以上の華やかな才能で知られた。佐竹義和時代、亀田藩との境界争い、松前出兵を手掛け、学を奨励し、秋田の地に文化の花を咲かせたことは、当時の文人、儒舎の数でわかるだろう。京藩に出かけた時、助川緑道、大久保私物を通じて、村瀬大帝をスカウトして、藩校に招いたのも彼である。 水野大老のどかたぬいどのスケ、イの岡本半助と共に、三家老と呼ばれた。父に似て、文人でもある。閻魔長話、閻魔大王の申し渡しの下作のほか、春風倉銀行、朝廷畜誌三十種、子孫教訓の歌、小刀詩集の著があることでも、人物の大きさが知れる。佐藤信弘を嫌ったことは、父と同様であった。五十五歳没。 松室広新院。墓秋田氏、新寺。小賀、明徳館総裁の二匹包み。治療校2239国4章5号の文言帳による、小、鶴寺、勝三郎、九馬、別号菱包み。小刀の男。阿ざはく名は定期。母、岡本元助二22歳で、国学総裁。24歳没。有法院。 昭秋田藩主、時と昭子、九馬、九代有、九七十国。佐竹義和に仕え、共和元年七月五日失生。文化十四年七月二十九日病気退役。引田家の失生職は六代続く。佐竹藩過老での寺崎博七の長男。母は、引田氏の娘、久佐である。不幸にも母は妊娠中離縁になり。 引き立てで工業を生んだ。引き立は後に佐藤家に嫁いで佐藤信夫を生んだ。ありがとうございます。